僕の字は。あれからなんやかんやあって現在レートはこれぐらいです。お、745か。なんだかんだで C ランクが見えてきたわね。お、バネジェン練習場だってよ。いやちょっと待って、それはまずい。え、なんでまずいの？空中バネジェンなんだけどさ、前作よりもはるかに難しくなってるんだよね。マジで？前作のタスジェンレベルで。そうなのか。ていうかこれ他の3人はできるのかしら。どうだろう。あー、リーチが頭を踏んで前に行っちゃった。そしてマリオも。めっちゃずるいじゃねえか。僕もキノピオを利用して前に出たい。さすがズルニャン。でいうかキノピオも同じこと考えてそうだな。みんな勝つために手段は選ばないわね。早くしないとマリオとルイージがどんどん前に行っちゃう。動画的にもすごい地味な絵だからな。ちょいと倍速で。おお、やったぞ。キノピオがアシストしてくれた。ルイージ君の頭も借りるよ。え、また？そしてマリオもね。わあ、ひどすぎる。なんかバネまで持ってこれたから1回分スキップできるね。あれ？そのバネって一番最初のよね？あ、ということは取り残されたキノピオは、もしかして行く手段がなくて積んでる？あ、ごめん、完全に僕のせいだ。バネが最初に戻ることってないのか？穴に落ちたり完全に紛失したら復活するんだけどね。紛失はしてないから、復活しなさそうね。あ、これはポコニャン叩かれるやつ。まさかこうなるとは思わなかったんだ。はぁ、もうみんなのために早くゴールしてあげて。わかったよ。あ、キノピオがギブアップした。てどんだけ失敗してんだよ。いや、本当に難しいんだって。あ、やっとできたな。じゃあ、行きたー。一応受かったけど。キノピオに申し訳ないことしちゃったね。ま、キノピオだけじゃなく、マリオもルイージも踏み台にしてたけどね。まあでもそれはお互い様だからね。よし、初戦は勝利を飾れたね。お、次勝ったらランクアップできそうだな。Cランクで満足はしないけどね。さあ2戦目。あ、珍しくキノピオじゃない。キノピコじゃないと力が出ない。いや、能力は変わんないから。してステネメヘネのね。なるほど、そういうことか。いや、絶対わかってねえだろ。とりあえず 3D ワールドスキンね。まだそんなに慣れてないから練習しなきゃ。さてやっていこう。ゴール条件は特にないみたいね。とりあえず皆さんちょい届いてもらって。よし、まだ。相変わらずセコいわ。あはは、スタートダッシュ大成功。フラワーは取ったけどさ。あ、ブンブンか。なるほど、こいつが鍵を持ってるんだな。これはフラワーを持ってるあんたが断然有利ね。マリオとキノピコはやられたみたいだし、早く倒して一番前に行きたい。でもあと2発よ。そろそろ戻ってきそうだな。鍵は僕がゲットしないと。あ、今度はルイージがやられたわ。よし、今のうちに。あ、マリオが倒した。その鍵は僕のものだと。いや、お前のものではない。なんとか奪って。よし、ゲット。そしてヒップドロップだ。いや、相変わらずひどすぎるわ。あ、まだゴールじゃなかったか。今度は猫クッパね。早く倒さなきゃ。あ、マリオが倒したわよ。やばい、マリオは鍵ドアに張り付いてる。あ、ゴールしちゃった。お前も早くしないと。無理だよ。誰かがゴールしたらドアや土管に入れなくなるんだ。なんで僕だけ。まあ、下がったのが5だけだったからいいじゃない。勝てた試合だったし、これは悔しい。さあ3試合目。あ、ポコニャンが一番レートが高いわね。これは負けられないな。頑張るよ。さあ今度はワールドスキンだな。ゴール条件は特になしと。そういう指差し確認は大事よね。やばい、めちゃくちゃ重い。これはいつも以上のラグね。このラグも制さないとな。あれ、マリオの人がギブアップ。通信が悪かったのかしら。3人のバトルになっちまったな。マリオの人には申し訳ないけど、これはチャンスだ。とりあえず一番前はキープしたいね。おっと、ここは滑っていくだけでいいかな。おわっと、ソーダグレープ。あ、でもギリギリ触れない高さね。おい、ポコニャン何やってんだ。いや、なんか滑ってる感じが。ん？ここは一体。あ、上のボム兵が爆発してオンオフスイッチを切り替えてるのね。これは絶対前に出た方がいいやつや。はぁ、またあんたルイージの頭を利用して。手段は選んでられないんだ。でもそのおかげでまた前に出られたし。あ、ゴールだ。じゃあ、行きたー。よし、ここで1位になれたのはでかい。ポイントはどうなった？
あ、126ポイントプラス。じゃあ、ランクアップだ。やったわね、初めてのランクアップ。この調子で B ランクも目指そうぜ。あれからなんやかんやあって現在レートはこれぐらいです。1862。昇格寸前じゃねえか。うん、だいぶバトルの戦い方も分かってきたよ。さあ 3D ワールドスキンだね。ユースキンと見分けが難しくない？マリオが正面を向いてるのが 3D ワールドスキンなんだよ。なるほどな。さあやっていこう。バトルの戦い方が分かったって言ったけど、何か作戦とかあるのか？うん、まずはやっぱりゴール条件だね。今回は特になしだから一気に前に行かなきゃね。ルイージ君ご苦労。はぁ、ギミックは他のプレイヤーにやらせるのね。その間に一気に前に出るって感じか。うん、そしてなるべくパワーアップアイテムは取った方がいいね。まあ、それはコースによると思うが。でもこのコースはちょっと難しそうだから取るのは正解かもね。ここにゃんだけ猫マリオだから攻めていけるな。お、中間地点か。とりあえず一番に来れたわね。このままリードを保てるか。あ、ルイージはまたアイテムをスルーしたわね。僕がルイージの立場だったらアイテムを取ってたと思う。あとダメージを食らったか。でもこのまま一気に。ってちょっと。同じやってんだし。のびのびパックンって壁判定になるのか。あ、無敵状態ですり抜けようとしたのね。やっぱりまだ 3D ワールドの仕様を理解してないんだな。おかげで僕もチビ状態に戻っちゃったよ。あ、でもここでまたアイテムが取れるわね。おわっと危ない横取りされるところだった。ここでルイージもアイテムを取ったわね。油断してると抜かれるな。ほいっと。おお、のびのびパックンを引っ込めたのはでかい。よし、キノピオはやられたみたいだし、ここで一気に行こう。さあここは。あ、これはもうゴールな気がする。さあ、のびのびパックンが邪魔。目の前がゴールなのに、そのブロックで伸ばさなきゃダメだぜ。よし、後続は来てないからこのまま。じゃあ行きたー。最後ちょっとグダったけど、ルイージがまだ来てなくてよかったな。よし、117ポイントゲット。かなり順調ね。ていうか次勝ったら B ランクじゃねえか。絶対負けないからな。さあ今度はルイージだね。B ランク帯の人もいるけど、ハンデがあるわけでもないし問題ないでしょ。初代スキンか。一発ネタとギミック？ノコノコを8体以上倒してからゴールだってよ。どんな感じで配置されてるのかしらね。さあやっていこう。まだ1匹も見えないわね。ドアに入ってからか。大事なのは多く倒すのじゃなくて8体目を誰が倒すかだからね。さあどうなってる？あれ、この感じどこかで。ああ、これってマリオ3にあったミニゲームじゃね。そうだわ、2人対戦用のミニゲーム。なるほど。ということは下のパウブロックを叩けるかが重要になってくるな。ほい。おお、早くも達成。よし、踏まれて条件を奪われないように。じゃあ行きたー。めっちゃ早かったな。いやー、仕様を理解してたからね。さあ123ポイントゲットして、よっしゃー、バトルランクアップ。一気に B ランクまで上がったわね。この2連勝は気持ちいいな。3連勝して動画を締めようかな。さあ僕と言ったらやっぱりキノピコちゃん。ロリコン野郎。ネコマ野郎の次はロリコン野郎か。あんたにぴったりじゃない。たく、 3D ワールドスキンね。スノーってことは雪のステージか。多分そうね。ほんと 3D ワールドは経験不足だから練習しておかないと。さあこんな感じだけど、今回はどんな作戦だ？今回は、アイテムをスルーする。大阪とは違う作戦だな。常に全力疾走ってわけね。あー、で、全然じゃねえか。あはは。でもルイージも釣られたみたいだね。他の二人が先行しちゃったから意味ないじゃないの。まあね。やっぱり遅くなってもアイテムは取った方がいいかな。失敗のリスクを考えればな。絶対的な自信があったら別だけど。初見のコースに絶対的な自信なんてないからな。って、キノピオに追いついたわよ。あ、ここの壁を越えられなかったのか。木にスーパーベルが隠されてたのね。うん、でもマリオは一体どこまで？あれ、マリオは中間の旗を取ってないわよ。てこなん、それは危なすぎだろ。あはは、マリオが先行しすぎてるから勝負に出ちゃった。でもマリオはどこに？いた！あ、ちょっとポコニャン、これ良すぎだろ。でもこれはもらった。あ、ちょっと。まさかの孔明が？一応下に足場があったが、この土管はどこに？おわっと、まさかのミエリア。鍵付き扉があるわね。あのプンプンが持ってるんだな。
この間に他の二人にゴールされないか心配ね。そもそも上からのルートでゴールできたのか？どうだろう、こっちは救済措置ルートな感じもするよね。ダメージは食らったけど。よし、あと一発。次の一発はマジで重要ね。ああ、本物がマリオの近くに。うわぁ、やられた。これは結構絶望的。まだわかんないよ。抜かせないか。うわぁ、ダメだった、やられた。やっぱりプンプンを倒したのが決定打だったわね。ゴールができたからマイナス5で済んだな。3連勝はなかなか難しいね。